はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ここはどこ？わかりません。爆速さんの家です。何もないけどね。今日のメンバーは同い年、今年26歳、平成7年生まれ。はいはい、飲む会、まあ、自由に飲んで、はい、飲んでいい。はい、乾杯しましょう。すいません、乾杯します。すぐ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。これ買ってきたの？バーミヤン。バーミヤン、バーミヤンってこんなの？あ、飲みました。同い年って言うけどさ、なんか何話していいか分からん。同い年って感じしないの？え、でももう今俺とカンタだってもう中学生、あ、高校からだからさ、こいつが家出してる時絶対俺ん家来たからな。家出してたんですよ。ずっと家出しとったよ。家でかっこいいと思ってたし。へぇー、なんか嘘。え、でも2人で住んでたんですよね、最初の頃。うん、18歳ぐらい。シェアハウス的な。そうそうそう、ワン、ワン DK、 ワン K、 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 でも結構楽しかったんだ。毎日飲みに行って毎日クラブ行ってで、キャバクラ行くじゃん。キャバクラ行くんだけど俺ら金ねえじゃん。もう絶対ワンセットしか俺の。で前借りしてまた次の日行ってみたいな、それの繰り返しだった。で俺が女作って3人で住み始めて、ワンケールーム。そいつが金めっちゃ持っとったの、女の子が。そうで、こいつも金借りとったりしとった、その前。でなんか家消させて、なんか勝手に気づいたらでちょっと家帰ってもしゃべらんもん。なんで付き合ったの？何だよ。何だよ。同い年の女だ。いや、でも僕だったら7個やったら。めっちゃ上手だ。19の時だから26かどうか。へぇー。キャバクラ行ってもその女連れておこうと思ってた俺ら。は？なんで中村行ったじゃん。全然覚えてない。逆に18、19何して、あ、大学生か。うん、大学生。じゃあでも俺らその文化祭とか回っとったの、違う高校の。俺ら高校行けん、大学だったから。え、大学の文化祭も？で、大学行ってんの、高校。高校やっぱ実家が一番だなって思う。そこは真逆だよ。こいつさん実家好きじゃないんだよね。あー、うん、いや俺の家族と仲良いのか。ちょこちょこ今待ってるんですか？今は会わない、うん。いや、子供できてから子供の顔見せに行くぐらい。あー、仲良し。いいな、子供。子供欲しい。カンタの子供だと欲しいと思う。可愛いよね、これ。じゃあ、なんか占い師に言われたのは、なんか占いとか、もう占いめっちゃ信じる。信じる。何？何？壁がすよ。あ、なんか聞こえてた音。なんか目線を感じたから、自分やめろ、怖。カメラ、カメラ。めっちゃめっちゃ楽しいよ。カメラやろ、カメラ。後ろ見てたから。あ、そういうこと。びっくりしてたね。マジでびっくりしてたね。あるよね、怖い話。怖い話しようじゃん。やだ。いいの、ここで止まれるの。いいんすか？全然いいよ、酒飲んでも。え、俺も絶対行ける、2個ある。ここで？ここで？え、あ、ここじゃない、もうほんと高1ぐらい。あ、でもお前のばあちゃん出るよね。出る。じゃあほんとに。いや、でも、うん、俺の連れも見とるし、レオ。え、そこで、そこで、そうだ、だから俺らが泊まってる場所で、2世代だからさ、離れと母屋ってあるじゃん。うん、離れ、母屋、ばあちゃん家みたいな、なんか通路的な感じ。そうそうそう、なんかウォルカみたいな感じで繋がったの。で、俺らが泊まってたのはそこなんだけども、そのツールで、もうピンポンないの、俺の家でって。え、そこの離れまで。うん。だからもう、誰か勝手に入ってくるんだよ、こいつらも。朝起きたら、なんでおんのって話。そこで、何回か俺のツールは霊を見とるし。え、でも見てないし、感じてないんですよ。俺は霊感強くない。え、その実体験は？実体験は、なんかその4人で、なんか小学校のプールに入ろうぜってなったの。うん、前の日2時ぐらい。うんうん。高1の時に、高1だ俺で、小学校のプール行って、で、最初3人飛び込んで、で、俺も飛び込んで、で、1人が写真撮ったの。なんかみんなこういうポーズするじゃん。そしたらもうここになんか
写っちゃってさ、出た後にそれ言われて、ちょっと魔法見てみみたいな。で俺もビビっちゃって、で俺もう怖くなって帰れなくなって。そう、ビビりだってさ。で、友達に泊まって、で、次の日に霊感強いやつのやつに写真見せに行った。そしたら、これやばくないみたいなの言ったら、いや、それどころか、11人おるよ、みたいな。え？じゃあ見えんのみたいな。見えんでしょ、みたいな。え？え？お祓い的なのな？言ってない、俺言ってない。うわ。で、行って、うわ、怖えなってなったの。で、実家帰って。で、そしたら、ちょうど父さんが夜勤で、仕事出る前、1時ぐらいに帰ってたから。で、そしたら、てかお前、俺そういや、昨日の夢です。お前が死ぬ夢みたいなんだ、みたいなこと言われて。あ、なんでって言ったら、なんか水に溺れて死ぬ夢みたいな。ちょうどプールとかあるじゃん。うわっ、やばい、震えた。それ、マジでビビった。やばっ。で、そっからもう、悪運の続きだった。その年は。マジっすか？先輩になんか無理に、ボッコボコにされた。やばかった、その年は。2が強い2が一番強いで3が一番弱いだけどスペードの3はジョーカーに勝てる。スペードの3はジョーカーに勝てる。スペ3ゴッドビー、あーゴッドビーヤギリ7とし10ステ、誰くん、ね、ダイヤの3だっけ。ダイヤの3、あ、持ってる。これ出していいの、それを出す時点でもう負けない。どういうこと？例えば、11バックしたら3が一番強いわけですよ。あ、うん、で、3を出すやつって一番弱いですよ。あ、すいません。え、でも、え、これも絶対出さなくていい。いや、別に出さなくていいんですよ、うん、あ、隠しててもよかった。いいっす、スタートだ。あ、もう、使い方が下手くそ。違うんだって。ヤギリ単発で使うのないもんね。じゃあ知ってるよ、それ。それ最後だよ。知ってる、知ってる。あ、すいません。分かってる7は7とかないっすか。いや、7はある、7は1のよ。渡さない。ああ、もったいない。これダメダメ、10周だ。もったいない、もったいない。自分が思ってた。本当に確認するんだよ。え、いや、でも考えとくんだったらいいよ。でも10は1枚捨てる方法があるからね。例えば10、3枚出したら3枚捨てる。確認するんだったら一番大きいやつって欲しいでしょ。やばい。なんで。まあ、まあ、そうです。そういうことだよ。いや、いい、ステージ。おー、いいじゃん。はい、終わりー。で、おたいちゃん出して終わり。で、ゴスキー、カンタ。何が怖かったけど。だね。はい、いけいけ。俺これ隠し持っとった。え、やば、めっちゃ持ってる。やば、やば。誰ジョーカー一番しかないの。ちょっともう一回やろう。本当じゃん。今二人とも彼氏いないの。いないです。いつからね。2年、もうすぐ2年ぐらいになる感じですね。多分、夏に別れたから。でも前の夏はいなかったから、前の夏かな。に別れて、じゃもうすぐ2年いない。今年の夏で2年。そうですね、2年もいないなと思わなかったですね。みどりちゃん。私は覚えてません。なんとなく覚えてるでしょ。いつの時代。いつの時代。彼氏がいた時代。平安時代。平安時代。いつからいないんですか。彼女。確かに。俺いつ？俺つい最近だよ。2週間前いるとて。割と最近までです。最近。でもあの動画出してからじゃん。うん。車の中で撮った。結構前じゃん。それが最後ってことですか。そんなのはいらないっす。ほんまに言ってんですか。マジいらないっす。結婚は子供だけ欲しいっす。奥さんはいらないっす。子供だけ欲しいっす。なんで、うん、なんでってうまくいくのかな。まあ女とは、あいつは飽きる。え、長く続いてるんだよ。なんで。でも1年半。あ、でも結構続いてますね。中学2年生から続いてる。ちゃんとでも中学生はちゃんと恋愛しようか。寝ていいっすか。はい、楽しかったですね。
なんか、でも高校みたいな感じ。なんか地元の遊びみたいな。高校じゃないか。高校で、同い年飲むと、めったにないから、それは。同い年って感じしない。しない。なんか、先輩みたいな感じ。あ会社に入った時期もそうだね。うんうん、全然違うし。楽しいね。はい。ってな感じで。はい。終わりますか。申し訳ということで。そうですね。もう帰ってください。明日。もう寝たいです。僕は寝たい。面白かった人は、チャンネル登録、高評価、お願いします。お願いします。ウィーウィーもう一回。ウィー。ダメ。もう一回。ウィー。チャンネル登録お願いします。